実際にあの彼うちの若い者としてはね、大体童話関係は 70% ですわ、童話関係が 70% ね、それから今の外人関係がまあ大体 10% で、まあそういうまあ形の大体組織ですわ、ほとんどが外人っていうのは在日韓国人とか今の台湾人とかで、やっぱり中国人もおりますわね、彼に。でその中でね、これがはっきり言うて、まあ今童話の今の次元立法で童話をやってるように、これ24年やってますからね、会童話が、うん、こういうふうに国がね保証でもして、会に童話みたいな保証してね、何年間のうちにやめなさいとかね、いろんな法を取るのはこれは順次だと思いますわ、はっきり言うて。だけども何もせんと、お前らやめと、明日から生活するの間どうしまんの。いやだから例えばね、ベンツは乗れませんよ、うん、ベンツは乗れないけども、その今の暴力団、うん、やめるならばなんか収容所作ってね、収容所はよくない、ね、いいですよ、いいですよ、だからその建物作って、うん、そこで2年間なら3年間自衛隊みたいなね、うん、訓練やると、うん、であの構成施設ですよね、うん、やるなら乗りますかね。乗りますよ、それは。いや本当に高山さんそれ協力しますか。いや乗りますよ、協力しますよ。いいんですか、はい、そ, それでね、先ほどのいやあれこれそういうことでね、よくこれはね、教育するよりもね、今の言うてる次元立法でも作ってね、我々を構成していくんだというようなことをすればね、そういう流れは作れますと。ただね、じゃあ今企業の中もね、61% はヤクザに脅されてるというね、結果が出てるんですよ。そうすると、ね、それがどっか構成してなんとかなるまでですね、こういう状態を続けていくというのはやっぱり健全な社会じゃないですよね。あのね、それはね、60% はどういうデータか知りませんけどね、仮にね、うちはね 70% 童話がおるわけですよ、童話が、童話がね、仮に、ほな仮に今の童話の体質ですよ、童話の体質は悪いかんと思うね、わしははっきり言って、これ次元立法で保証して、いろんなものをあんた横にさ、縦にマンションを建てただけのことやるよね、地位控除で誰もできてないわけ、中入ってるもんはね、それは家賃は滞納するわ、それは中でね、これははっきり童話のことを言うて、これテレビ出ねえから言いますけどね、なんぼでも、はっきりそういうことせんとね、これ同じ童話の人間が我々をかばおうとしないですよ、仮に人権問題触れてるのにもね、でこういう問題をね放置してね、大体権力のあるところの方を味方しとるわけですよ、大体その組織がね。で我々はもう暴力団やと、あいつらはどんな法律も言ってもええやと、あれは逃げないねからというやり方をこれ今度はしとるから私は言うとるわけだ。だからこれ実際戦争中はね、我々の若い者も全部軍隊行ってますよ、兵隊も行ってますよ、禁酒勲章を持っとる人間もおるわけさ、他に恩給で飯を食うとるもおるわけだ。それをね、10杯一唐揚げでね、全部この網に入れるいうことがわしは気に食わんということを言うとるわけですよ。だからそして暴力がね、あの差別問題があるのはね、よくわかるんですけども、だけどもじゃあその人たちがね構成するまで、あの同じようなですね、あの次元立法かなんかを作れと、そういうことをおっしゃってるわけです。そうやったらそういうふうにやっぱ与えるもん与えてね、お前らやめなさいっていうのは普通ですよ、会に何も与えんとね。それは高山さん、童話とは違うと思う。いや、つまりね、少なくとも童話はね、差別される人たちであってもね、いや、これは童話の 70% これ悪いことしてる人間たちじゃないですよね。いや、これ童話の 70% おるわけだ。いや、ただ、その暴力団っていうのはね、あの僕はこの番組を見てるほとんどの人も、基本的に悪いことをしてる人間だと思ってますよ。そうでしょうかね。例えばその、ここに、これだけあの警察の統計ですが、